一辺の気候区分のロシア付近を拡大した、ズロシアの気候はいくつかの決定要因の影響を受けて形成される。国土が非常に大きく、また多くの地域が海から遠く離れているため、大陸性気候が卓越しており、ツンドラ地帯と国土最南東部を除くヨーロッパロシアとアジアロシアで優勢である。南の山々がインド洋から来る暖気団を遮っており、 西と北の平原により、国土は北極海と大西洋の影響を受けやすくなっている。大西洋、または太平洋の影響により、モスクワとサンクトペテルブルクを含む国土の大部分、つまりヨーロッパロシア、西シベリア南部、極東ロシア南部は、湿潤大陸性気候になる、欠片の気候区分における DFB、d f DWB、ドバ、 ヨーロッパ・ロシア北部の大部分とスカンジナビア半島と太平洋の間のシベリアは亜寒帯気候になり、シベリア北東部の内陸では非常に厳しい冬が来る。他の地域はまだ穏やかである。北極海沿岸の細長い地域とロシアの北極海の島々は寒帯になる。で、他はツンドラ気候。国海海岸の国一部、とりわけ、そちは温暖湿潤気候で、 冬に降雪することは滅多にない。東シベリアと極東の大部分は夏よりも冬に乾燥する、ドバ、DWB、DWC、DWD。一方で国土の大部分は四季を通じて降水がある。国土の大半で冬の降水は大抵雪として降る。ボルガ川下流沿いとカスピ海沿岸とシベリア最南部の一部ではステップ気候になる。ありがとうございます。